はい、どうも皆さん、こんにちは、ダブルジェイです。ということで、今回は何をやるかと言いますとね、皆さん、今画面に映ってる人わかりますでしょうか？そう、こちら、スイッチ勢でスカルトルーパー紫色を持ってる人でさ、スカルトルーパーの紫何って思った方多いと思うんで、説明しますと、もともとアイテムショップに売られてたのは、こんな感じで、真っ白の、まあ、レジ君が使ってるスタイルなんですけど、確かにシーズン6ぐらいに、スカルトルーパーが再販されちゃって、その、もともとシーズン1から買ってた人は、この別スタイル紫色が追加されるんですけど、シーズン1から買った人しか入手できないということは、スイッチはシーズン4からなんで、スイッチで紫スカル持ってるってことはありえないんですよね。なんでね、とにかくね、まあ、自分で言ってます、買いやがって。はい。ということでね、まあ、今回ね、このね、スイッチで紫スカル持ってるね、この方にね、ちょっとインタビューしね、闇を暴いていきたいと思います。レッツゴー。ちなみにね、チャンネル登録者数10万人以上目標としてるので、よかったらチャンネル登録と高評価、そして通知音、よろしくお願いします。ということで、続けていきましょう。レッツゴー。考えてスイッチでアカウント金使ってんのとか大体買い方じゃないですか。なんかアカウント統合がどうだのこうだの言うやついるけどどうだの。いや嘘っすよ、それ大体わざわざスイッチに来るわけないじゃないですか。オッケー、じゃあまずね、タイマンの前にね、まずね、これ何チート、これはチート、チートですか、スイッチで紫スカルは。いや買い方っすよ、チートなんて一切使ってないですよ。買い上がってことはどっからか買ったってことだよね。あ、はい、そういうことです。どっから買ったの？いや、まあ、それ、なんていうんですか、大手の人から。大手ね、なるほど。それ、なんかアカウント販売の業界みたいなのがあるってこと？そういうことっすよ。そういうサーバーのじゃ闇とかないの、なんか。8割方詐欺師っすよ。もう、ほぼみんな詐欺ってこと？まあ、はい、真面目にやってる人もいますけど、8割方。そんな詐欺師いんの？まあ。君はアカウント販売してんの？いや、しないっすよ。いや、君しないの？いくらしたの、それは。これちょっと、言えないっすね。言えない？どういうことだ？結構やばい値段したんで、これ。どういうこと？もうキッズじゃ手を出せないレベル？あ、そこら辺のスイッチでエリエージ使ってるやつのレベルじゃないっすね。ああいうのって大体、だって1000円とかじゃないですか。1000円とか。いや、そうなのかな？多分。そうなんですよ。アイクニックでも5000円とかなんですけど。そんなレベル、気になんないんで。なるほどね。じゃあ一回タイマーしてみるか。スイッチでムラスカ持ってるやつだ、はい、うまいんだろうね、さぞかし。期待しますよ。フォトナはずっとやってんの？じゃあ、いや、最近この後買って最近やり始めた。また危な、うえ、さすがに負けん。なるほどね。まあ、実力的にはまあ一般の普通の人かな。なるほど。そのね、サーバーがあるんだっけ？その、まあ、はい、ありますね。何、その特定のなんか詐欺師専用サーバーみたいなのがあんの？いや、ないですけど。うん。なんていうんですか。まあ、はい、ありますね、サーバーは。あ、あんの？でっかい。そのサーバーは招待できないの？俺は。あ、もうできますよ。え、これ多分許可はもらわないとダメなんですよ。じゃあ許可もらって。たぶん、打撃人さんのこと嫌いなんで。あ、なるほどね。なるほど。潰しがいがあるな、それは。潰すんですか？詐欺してるんだよね、みんな。たぶん。なるほどね。じゃあ、どうしようかな。詐欺師、潰しちゃおうかな、俺が。詐欺られたことはあんの？ないっす。ないの？ないのか。なるほど。じゃあ、身内に詐欺られた人とかいる？あ、まあ、今、たぶんいますよ。あ、マジ？じゃあ、ちょっと。どうしようかな。じゃあまたちょっとその詐欺られた人を呼んでほしいんだけど、呼ぶことできるよ、また。ああ、多分オッケー。じゃあまた呼べたら呼んで、ちょっと聞いて、ちょっとその詐欺師さはちょっと潰したいわ俺。あ、いますか？そう、下から上まで徹底的にね。あれっすよ、そのサーバー僕入る前はあれっすよ、僕も切られてた時間帯が詐欺られてたんですよ。あ、マジ？なるほど。もう詐欺られた人全員集めて、ちょっとあれ聞いて、ちょっと悲しみ聞いた後に、ちょっと俺が、潰そうかな、詐欺師サーバー。いいっすね。みんなフォトナやってんだよね、その詐欺師は。でも業者なんで多分、でもわかんないっすよ。でも、大抵の人はやってないと思いますよ。いや、でも、じゃあアカウントは持ってるってことは使えるってことだよね。あ、まあ、オッケー、じゃあちょっとフォトナとかでも何でもいいから質問するか、また。じゃあもう一回タイマーするか。ああ、マジでね、詐欺は良くないな。まあまあまあ。
や普通に売ればいいってかダメで売っちゃダメなんだけど、なんだろう、商売してるならまあですね。でもダメっちゃダメなんだけど、その詐欺に関しては話にならんよね。お金払っても一時期ワイルドキャットの詐欺とか流行ったけども、あれですね、めっちゃ流行りますね、あれ。いやあれはやばかったよ。でもその時は全然潰すとかそういうのなかったからな。今回は本気で潰しに行くことも可能だけど、今回ピーつけてほしいんですけど、うん、スタジエさんの動画出てるじゃないですか。ああ、いるね。あいつもやばいっすよ。本気マジあの LINE だけで詐欺10万超えてますよ。わあ、おやばいな。大人大丈夫か。だから民度悪くなるんじゃない。レーダーとか10万とかすると1000円とかで言ったら買っちゃうじゃん。いやまあ確かにレイダー1000円は安いな。それを狙ってキッズが買っちゃってかかるみたいな。なるほどね。多分コメント欄のキッズとかも詐欺られたって人いっぱいいるから。いますね。はい。うわ、うおー。オッケー。じゃあまあ大体はこの紫すっごい、こいつの闇じゃなくそのアカウント販売の業者の闇や。僕の闇ですか。うん、僕の闇はあんまないっすよ。全然聞いてもらっていいっすよ。へえ、もう別にね、詐欺とかしないんだったら別に、まあはい、あれだけど。やばいな、スイッチムラスカってすごいよね。まあまああんまりないっすよね。まあまあまあ、なるほどね。まあ大体は分かったかな。別に特に使っててかっこいいとかはある。それはまあないんじゃないですか。え、ただ金持ちって見られますよ。誰から。あのそこら辺の一般のクソの人からエリエージとか使ってるブラックナイトとか使ってるクソの人から。あ、まあ確かに僕編集だけめっちゃ自信あるんですよ。マジで一ミスだよ。へえ、まあ確かにスイッチにしては早いけどもね。まあいいや、とにかくね、まあどうしようかな。とりあえずあの詐欺られた人まずちょっと呼べたら呼んでほしいな。あ、わかりました。オッケー、じゃあその人にインタビューしてからちょっと詐欺師のサーバーちょっと俺は消そうかな。とりあえずは任せてってことでね。まあ今回ねインタビューに応じてくれたね、この何、君なんだ、なんて呼べばいいの。僕はあのクールって言います。じゃあクールくんね、ちょありがとね。いえいえ、オッケー、じゃあまた何かあったらなん DM でも何でもいいから教えてね。オッケー。いや、俺ら詐欺グループに手出すんじゃないぞみたいな。おいお前、俺ら詐欺師グループだぞ。おい、これ舐めてんと、お前殺すのマジで。おい、なあ、お前は俺詐欺師グループに来てんじゃねえぞ。お前みたいにガキが来る場所じゃねえんだよ。クソガキ、死ぬのに。おい、お前マジでアカウント販売で詐欺してるな。バレたら警察沙汰になるから、マジでやめるな、お前。逃げねえ、おい、これマジで。お前信用してんだぞ。